はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の無理関数とそのグラフ丸2をお送りします。で、前回の続きですね。今回はグラフを3問書く問題ありますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっと不安なのとかね、わかんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回の、グラフ、前回の続きっていう話をさっきしましたが、一応前回基本的なことを全部やったので、それを踏まえてやっていきます。で、例えば1番とかは、このまんまでも、全然いけるんですけど、もしちょっとわかりやすくしたいっていうことであれば、中身の順番を変えて、まずこうしてしまうと。マイナス x プラス2ってね。で、こうなった場合、基本的には y イコールルートマイナス x。こいつが基準になります。で、こいつを平行移動するんだよって。で、平行移動がどう表すかっていうと、x 軸方向にマイナス a 分の b 平行移動するよっていうのを前回やりました。だから、それ通り当てはめていくんだったら、a がマイナス1でしょ。で、b が2なんで、ちゃんと当てはめると、こうなるわけですよ。つまり2なのね。だから、y イコールルート x、ルートマイナス x を x 軸方向に2平行移動します。で、y イコールルートマイナス x のグラフっていうのは、中身がマイナスの時はこっちね。本当は原点スタートで左、こっちね。第二象限の方に伸びていくグラフになるんですが、それを右に2移動してるんで、スタートが2、ここになります。平行移動してるからね。で、同じように左側に伸びてほしいから、こういうグラフになるよって。で、y 軸と切片を持つときはそこを書き込みましょうと。ここね。で、ここは x イコール0なので、単純に x に0代入する。そうすると、y イコールルート2になるので、ここはルート2でこれで終了となります。これがガチガチなやり方。基本的に、これでいいんだけどね、やり方ね。で、ちょっと、楽をするんであれば、もちろんこれはね、好き嫌いが出てくると思うんですけど、その平行移動いくつしたのかなって、マイナス a 分の b ちょっとめんどくせえな、みたいな風に思う方は、これ、中身、2x マイナス4ってあるじゃないですか。これ、イコール0を解くといいです。ここ、イコール0を解くの。そうすると、もう暗算でもいけると思うんだよね。これ4持ってきて4だし、2で割れば x イコール2と。こうなります。だから、この数字がそのまんま、x 軸方向に、プラス2平行移動したものですよ。こっちと同じですね。ってことを表してるの。で、基準になるのは、この場合は、y イコールマイナスルート 2x。これが基準になります。で、スタートは絶対原点だから、右に2移動するんだったら同じように、ここがスタートになりますよね。2だから。で、マイナスルート 2x、こいつが、本当は第4象限で、ここで、ね、右下に伸びていく。グラフってことを、覚えておくんだったら、もうこっから右下に、ピーって伸ばせば、それでグラフが完成になりますので、自分はわりかしこれでやっちゃいます。中身イコール0を解けば場所わかるからね。ただ、この時、y 軸切片持たないんですよ。だから、一箇所書き込まないと×になっちゃうんで、一箇所座標を見つけます。で、これは、聞いてるといろんな先生がいらっしゃるんですが、例えば、2スタートでしょ。で、右側しかないから、1とか代入してもダメね。値取らないから。右側、2より右側、例えば3、4、5って代入していく。で、例えば、x に3を代入すると、3、2が6、6引く4だから、マイナスルート2になります。で、3のマイナスルート2って書いてもいいんですよ。いいと思ってるんですけど、先生によっては整数で出せよという先生もいるらしいので、これがちょっとね、みんなの先生にちょっと合わせてほしいとこなんですが、じゃあ3だとさ、ルートになっちまうと。じゃあ4どうかなって入れると、これ4代入すると、中身が、マイナスルート4になるんですよね。2が8で、8引く4だから。で、ルート4だったら2じゃないですか。だからそうすると、こうやれば、4の時、マイナス2になるんで、整数の座標が取れるから、こっちの方が安全なのかなという気はするんですが、そこはちょっとみんなの先生にお任せします。お任せするとか合わせてください。
なので、この問題はもちろんこのマイナス A 分の B でやっても OK です。ね、それでも同じように出てくるんですが、中身イコール0を解けば、スタート位置はすぐわかるので、まあ、そんな感じでですね、やってみてください。で、それでいくと、これもいけます。ちょっと下使おうかな。いや、下使いたくねえな。上行こう。中身イコール0なんで、もちろん暗算してもらっても構わないんですが、まあ、こうですね。マイナス 3x マイナス5イコール0を解くと。で、まあ、あっち5を持っていけば、プラス5に変わって、3で割るから、ごめん、声が入った。x イコールマイナス3分の5になります。つまり、ここがスタートなの。マイナス3分の5を平行移動してるって意味なので、こっち側ですね。この辺にしときましょう。マイナス3分の5。ここスタート。で、今回元になる形は、y イコールマイナスがいる。で、3x のともマイナスがくっついてるから、まあ、これが元になる。マイナスマイナスタイプね。で、これはもともと第三象限。原点スタートの左下に、こう伸びていくグラフだから、ここスタートで左下に伸びましょうと。こういうグラフになります。で、あとは2番と同じように y 軸切片持たないので座標1個見つけに行きます。で、マイナス3分の5が 1. ほにゃららになっているので、まあ、マイナス1は無理だから、マイナス2から調べると。で、マイナス2を代入してみると、x ね。入れると、これ中身が1になるんだね。ただマイナス1ってすぐ整数の座標出てきますので、トントントンと。ちょっと見にくいかも。ね、ちょっと待って、巨大すぎたな、ここ。マイナス3分の5で、マイナス2のマイナス1と。これで、OK という風になります。まあ、解き方に関してはね、マイナス A 分の B の方がしっくりくるって方はそれでやってください。全然構わないですし、それがもう根本にあるわけだからね。そこは大事になるんですけど、まあ、解くときにスピード重視という方は、ぜひ、まあ、中身ね、の部分イコール0で、平行移動の部分はすぐ出てきますんで、それでやってみてください。では、今回はね、この3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回は無理不等式でございます。で、これはちょっと前にやった分数不等式のね、やり方とすごく似ているので、まあ、そこの復習した上で見ていただけると分かりやすいかなと思いますので、よかったらよろしくお願いします。では、また次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。